本当に今の日本においてあれだけの人ってそういないですからね、うん、その会える距離感でああいう人がいるっていうことがなんか本当ありがたいなって思うんですよね、うん、まあリーダーシップっていうのはねあり方なんだよっていう、うん、やっぱりやり方とか手法じゃなくて自分のあり方そのものがやっぱりこう人に伝わっていくし、それが人を動かしていくっていう、やっぱりそこの部分を本当に一番体現されてるパートナーっていうことですね。まず話が面白いっていう、すごく面白いっていうのが印象ですよね。で、あとは実績をやっぱり現場ですごい出されてる方なんで、そこがすごく、あ、その実際のその経営の世界で、あ、こういう方っていうのが本当にいるんだっていうところが一つと、もう一つは福島先生が言ってたことの中で、そのもう自分は綺麗事でしかもう生きないって決めたって言ってたんですよね。だからそれがすごく僕にとってはすごくありがたい言葉というか、まあ、すごく勇気もらった言葉で、でそういう彼の中で本当に自分が正しいって信じることしかやらないって決めてる生き方をしてるのに、あれだけの成果を実際出してるっていうところがなんか僕にとってはすごいこうもう救いだったんですよね。はい、あ、それで、あ、もうこれはなんか信じたいなっていうふうに思ったっていうのが多分最初の印象だったかなと思います。まあ多分これは好みだと思うんですけど、僕にとって一番良かったのはなんか打算的なところが一切ないんですよね。はい、あ、でもう本当にこうまあ綺麗事でっていうふうに彼は言ってましたけどね、その自分の中で信じてることをやっぱりやっていこうっていう、で福島先生が言ってることがこうすごく何て言うんでしょう、こう素直に入ってくるっていうか、自分の中になんかそれがすごいあったっていうところと、やっぱりその何かこう理屈で考えてこうしようとか、なんかこうした方がメリットがあるんじゃないかとか、こっちはデメリットだからとか、そういうこと以前になんかこうあるべきだっていうところじゃないですか。だからなんかそこが一切ないっていうのが僕にとってはすごい良かったんですよね。まあ本当に福島先生はまあ有言実行っていうかですね、まあやってることと言ってることが、一致しているっていう、まあ、そういう意味ではすごく一貫性が、ある方だっていうふうに思います。で本当に、まあ、もうちょっと具体的に言うと、まあ、リーダーシップというのはね、あり方なんだよっていう、やっぱりやり方とか手法じゃなくて自分のあり方そのものがやっぱりこう人に伝わっていくし、それが人を動かしていくっていう、やっぱりそこの部分を本当に一番体現されてる方だなっていうふうに思いますね。経営者は孤独だと思っている人、あと部下が、なかなか動いてくれないと感じている方、あとはそうですね、まあ、当時の僕は一番そう思ってましたけど、やっぱり事業をこうやっていく上ではどっかで自分をね、こう魂を売らなきゃいけないんじゃないかとか、どっかこうなんて言うんでしょう、打算的にならなきゃいけないんじゃないかとか、なんか理想的なことっていうのを追っかけてちゃいけないんじゃないかとか、ね、そういうふうにどっかで自分を諦めようとしている人こそやっぱり一回やってほしいと。行ってみてください、とりあえず会えば分かるっていうかですね、これ会わないと分からないっていうのが、本当のところです。で基本的にはこうね、表に出ないというふうに決めてらっしゃってる方なので、そういう意味では一回やっぱり肌感覚でこう触れていただくと多分一番分かるというか、それ以外では多分分からないと思うんですよね。なので一度ぜひ触れてみていただくっていうのがポイントというかですね、これおすすめかなと思います。